双子モードします。双子モード何ですかこれ。参加したプレイヤーのうち半分がもう半分のプレイヤーに対応した姿と名前になる。うわーなるほど。あー、それおもろそうだな。よし、じゃあ行きましょうか。はい、だからまあ誰かと一緒になるかもしれない。はい、一人じゃありませんように。おー、俺がいる。俺誰だ、俺誰、俺誰、俺、あ、いた、俺誰これ。名前まで一緒だ。やったー、俺いる、俺いる、俺一緒に行動しようぜ。俺自分の、うわぁ。今、同士打ちしなかった。え、何が、ミキオがミキオ食ってた。今ミキオがミキオ食ってなかった。食べてました。ミキオ食ってた。ミキオ食ってた。ミキオが死んだのしか見えなかった。今、あ、ミキオ本物は死んでるんだ。あ、本物が死んでる。最低マジで。あ、本物が死んでた。あ、そういうことか。あれ、これ分かんないのか。ミキオが食ってたよね。そうか、誰か分かんないのか。あ、やばっ。本当のミキオは俺だ。え、誰なんだろう、これ。それで。あ、もういいか。え、これクソおもろいな。え、誰なんですか。誰が見てます、誰が見てます、誰、誰見てます。あ、タクト。あ、タクトが緑が見て俺食ったようには見えました。タクトが、すげえこれ、誰だあれ。もう一応ミキオ、ミキオで食いになってた。あ、見てた、モシュースさんを見てた。ミキオ、じゃあもう、や、ミキオですね。じゃあ、ミキオ。はいはいはい。ルートさん渋くなりました。いや、ミキオですね。ミキオ。ルートさんプリコ。ルートさんプリコですね、多分。やるでしょ。僕これもう一人の僕誰？これもう一人の僕誰？ちなみにもう一人だ。誰マジで？はい。なんかあの、あれこれ自分だけなのかな？なんか頭の上に乗っかってるやつの色が僕だけ。タクトさんと色変わってみました。あ、やっぱり水色いたいな。バレバレみたいな、バレバレみたいなやつですか。いや、全然一緒に見えない。一緒ですけどね。あれ、これだけ一緒な感じ。やばい、もう何が何だか分かんなくなって。ちなみに最後、誰か俺とおしゃべりしたい人います？最後。あ、これ、ノッピさんやった。これ、ノッピさんなんだ。おしゃべりしたいな。何やったらもう、俺は。ロピさんかよこれ。ミキオさんと話してあげた方が良さそうな。こんなことある？なんでよりによって緑を食べちゃったの？マジか、ロピさんだったのか。俺タスク終わらせないかんでしょ。のぴさんでも釣られちゃってあと一人やんな。え、でもこれなんかあれっすね、のぴさんと二人で話すのかなと思ったけど、のぴさんと話せないっすね。そういうモードなのかな。モッドが全然あれだ、対応してないやん。ああ面白かった。よし、ふいいいよ、他の人に任せときゃ。あれ、緊急ミッションなんか他の人でいいんだよ。俺はのんびりタスク終わらせとくから。あと一人誰だろうな。これでダブルで人狼っていうことはなくなっちゃったもんね。誰か面白いな。これ完全にちょっとマジで出落ちだったわ。本当にめちゃくちゃ面白かった。レレイさんも二人いるはずでしょう。確か D さんがね、一人しかいないんですよ。もっと遅く？よし、ガンガン終わらせるぞ。いきなり全部終わっちゃったな。あ、こんな、はいはい、俺はタスク終わらせるだけだから。レレイさんがそこ？アスリコさんがいる。動かん。みんなここにいるな。ニセミキオがいる。ニセミキオめ。あっ！どっちが死んだんだこれ。本物プリコか？ニセプリコか？
あ、レレイさんが見つけそうじゃない。あ、誰か見つけてあげて。わからん、どっちプリコかわかんないけど、誰か見つけてあげてねえ。あ、見つける見つける。おい、あら、ええ、レレイさんなの、これどっちレレイだ、これどっちレレイなんだこれ。うわ、どっちレレイかわからんけど、めっちゃ放置されてる。やばい、腐りそう、そろそろ。あーあーあーあこれは誰なんだ、足遅っ。このどっちプリコかわかんない人めっちゃ足遅い。よし、あ、見つかった。誰が見つけたんだ。セキュリティでプリコさんが死んでました。セキュリティ、セキュリティ、あ、本物っぽい、はい、ん、あ、パンクなんだ、このプリコさんは。はい、あ、セキュリティでプリコさんが死んでました。あ、じゃあもう一人のレレイ、ルートさんか。あれ、ルートさん、あれあれルートさん、ルートさんの、僕ずっと誰なのか分かんなかったんやけど、ね、ルートさんじゃないですか。これじゃあルートさんだ、偽プリコ。いやでもミュートしてるから死んでんだね。あれ、あ、え、あ、ほんとだ、あれ、あ、ルートさん、もう一人の僕だよ。なんで今、なんで今まで喋んなかったんだよ、本物。え、プリコさんいるじゃん。え、このルートさんがエレクトリカルで死んでたっていうのを俺が見つけて、俺が通報したで、パンクさん、じゃあもう言えない、かしい、めんどくせえやつだな。じゃあレイさんがパンクか。あ、オッケーオッケーオッケー。黄色、黄色ポンプとか。あ、黄色、メレパンです。パン意味不明な嘘ついてたわよね。やだな。確かに。意味は不明な嘘はついてないです。リアクターになる前に、まずルートさんの死体を俺確認したんですけど、通報しなかったんですよ。いや、セキュリティ、いや、それも意味わからんし。あれ待って、え、通報しなかったらパン君だな、あれ。エレクトリカルです。あ、そうだ、エレクトリカルだ。何やってんだよ。エレクトリカルで確認したんですよ、僕が。で、なんで通報しなかったの。いや、なんか炙り出そうかなと思って。でもその結果お前がめっちゃ怪しいみたいになってる。でもどっちのレレイさんかわかんないから、俺を殺すことがレレイさん。いや確かに。レレイさんが先にスキップをしてもらえればいいんですよ。ああ、はいはいはい。これをそしたらことは、あ、これレレイさんですね。オッケーオッケーオッケー。いやいや、でも、本当にインポスターかって言ったらわかんない、正直。でもこれでどっちがパンクかっていうのは分かったんで、とりあえず。で、これはどっちがタクトさん。え、あ、じゃあ僕もスキップをします。とりあえず多分今回スキップっすよね。タクトさんじゃない方。持ってるんだから。そうだよ、もう一人誰？ダブ蹴りで終わるから。タクトさんに連れられてるかもしれないから。ダブ蹴りで終わるわけねえだろ、俺がもう一人人狼なの。一人行ってるから大丈夫です。そうだ。まあまあいいか、どっちもいいか。まあ、そういうのはいいけど。はい、はい、これタクトさんです。これタクトさんです。これタクトさん。左がモシュさん。もう一人のタクトモシュさです。あ、モシュさんか。はいはい。今、自分で食べるんで、ずっと黙ってて、なんでそういうことなんだろうと思って。で、D さんは D さんね。はい、わかる。なるほど、なるほど。D さんは D さんね。かわいそう。絶対 D やんってなるやん。とりあえずスキップします。いや、でもこれいいっすね。レレイさんと仲間になることによって、レレイさんを捨てる、うん、売ることで、俺も生きてる。やめて。最高の盾を手に入れた。いや、でもその姿でどっかでキルしてもレレイさん疑われるわけやもんな。もう一体恐ろしいな。ミュートボット解除されてるんで自分でミュートお願いします。はい。お願いします。すいません。まあでも言うてこれ、あ、いや、やっと来れました、こちらに。あ、ちょっとミュートというか、あれ音声ミュートもみんなスピーカーミュートもお願いします。来てる方は。あ、ほんまや。あ、オッケーです、オッケーです。これで、できてます？俺、じゃあずっと喋ってたんすか？はい、いやいや、大丈夫です。二塁さんだけは、ミュートちゃんとなってたんで。あ、なってました。よかったよかったよかった。僕とプリコさんがなんか逆になってしまって、おかしくなったよね。多分ね、なんか色がごっちゃになっちゃうからか。ちょっと多分色がごっちゃになっちゃうから。なるほど。ね、そう。ポットがおかしくなっちゃったから、やめました、僕。マジで、俺、あんなごちゃごちゃおったら絶対わからんやろと思ってやったら、よいよいよって見たら。嘘。いや、最高でしたよ、これ。間
違いなく最高でした。今日最高のキルでしたよ。ねえ、うん、完璧でしたよ。なんで悪化で二塁さんに手が出たかなと。あ、誰でもよかったんですか。誰でもよかったんだよ。そしたらよりにもよって緑に行った。俺も自分に殺されたんですもん。最高でしたわマジで。あ、俺終わりましたわ。あ、ん？こうか。オッケー、タスク終わり。これスキップで誰が誰か分かっちゃうんですね。さっき賢かったな。え、でもあの時にあれじゃないですか、一緒にスキップ押したらよかったんじゃないですか。あー、そこそこそこ。うん。でも誰もパンクに入れなかったっすね。あれ、結構なファインプレーやったけど。ですね。まだ終わってなかったな。オッケー。これめちゃくちゃ面白いですね、このモード。うん、このモード面白かった、思ったより。あ、二人で行動してる。誰と誰だろう。あと一人誰でしょうね。あと一人誰なんですかね。うん。ずーっとさん。わかるわ。俺殺されたわ。殺されたけどどっちかわかんないですよ、僕。あー、なるほど、なるほど、なるほど。殺されたんすけど、どっちに殺されたか分かってないですよね。どっちかわからんってことはまだすぐどんか。はい。全く一緒だからな。どっちなんだろう。あ、じゃあ、そっか。なるほど、どっちかか。あ、まあ、そっか。どっちかだからあれですね。うん、そうです、そうです、そうです。もね。Gさんではないですね。言ったら。さあどっちだ。俺はね、パン君がスルーしてるのは見たんですよ、エレクトリカルで。あ、死体をスルーしてた、ね、してたね。うん、してました、してました。それは見ました。パン君がレレイさんでしたっけ。うん、パン君がレレイ、パン、うん、パンレレイ、パンマがレレイさん、うん、でタクトさんと、うん、もう修造さん。頭がついていかないっすわ、もう。ややこい、これね。ね、ややこいっすね。それがめちゃくちゃ面白いっすけど。じゃあ、あ、あー、プリコス。あ、もうプリコ全、プリ、あ、やばい、これ。プリコ全滅。はい。これから。これがダメだ。これでいいのかな。あ、違う、ここか。はいはいはい。ということは、まあ、さっき、二人と会った、会いましたよね、僕。うん、その中に見つけたんで、レレイさんのどっちかが食べたと思います。なんかそんな感じするな。なるほど、はい、俺最後アドミンにいましたね。僕はストレージ。どっちなんだろう。ストレージ、はい。え、死体はどこ、うん、ね、ナビゲーションです。僕のナビゲーションか。ちなみにプリコさん最後に見たタイミングってあります？セキュリティくらいかな。あの、リアクターが鳴って、最後のリアクターかな。最後のリアクターが鳴って、うんうん、プリコさんがセキュリティのところから、あの、カメラ室から出てきて、あ、まだ生きとったんかいっていうツッコミだけして、はいはい、俺は下の方に流れてきました。そしたら死んでたんだ。今7人そこにいた、みんな。なるほど。いやでも D さんもできなくはないかって言われたら多分できるんだよな。そうね。あの線はまあある。なるほどね。僕と僕はずっと一緒にいたんで。そうですよね。ずっといましたね。ああ、見た見た、それ何回も。で、1人からで2になって、あと1人来たらフルハウスって言いたくなりました。レレイさん最後どこにいたんでしたっけ。どっちの僕ストレージ。本物、本物、本物です。本物。本物ストレージ、本物ストレージ。ストレージ、あー、で、パンクさんがナビ。アドミンですね。あ、はい。なるほど。どっちもやれるってことですかね。です、そうね。まあ、そうね。リアクターってレレレレ。リアクターは、リアクターは、何回目？最後。俺、下のリアクターやってる。違うかな。僕が行った時は治ってたはず。おぉ。で、そこでみんなで集まって。うん、だから、その時、いたよね、全員確か。はい。ですね。正直、長すぎて絞れないんだよな、情報が。いや、まあ、いやこれ、いや、長いって、でも、言うてリアクターの後だと思うよ。だから、あ、本当？ほぼ直近ぐらいの感じだと思う。直近よりちょい前ぐらいだと思う。なるほど。リアクターもう一人ぐらい。
え、これタクトさんたちは白なん？もう肌身離さず。ことは、うんうん、なるほどね。レイさんか D さんだから。そうだね、レレイか D だね。そう。ややこしいな。この黄色に択当てるか D さん単体か。いや、まあ、ここはちょっと怖いですよね。でもちょっと爆であのタスクが1個できないやつがあって、タスククリアはやばいかもです。なんと、そしたら、なるほど。めっちゃ重要だ。すごいメタ的な戦い方だな。聞こえちゃってたわ今。あ、ミュートし忘れてた。喋っていいのかなこれ。ああ、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 やっと喋れる。よしよしよし。危なかったなさっき。ね、なんかね、ショートカットキーあの設定してるんですけど、なんか解除って。ボットがね、ちょっと幽霊ビューのごめんなさい、ごめんなさい、ボットがちょっと色がね、一緒になったってことで多分反応しなくてよね。あの、うん、プリコさんと僕が間違えられてて逆になってたんで、ちょっと注意をさせました。じゃあここからは手動で、手動で、はい、まあまあ、下に行くでもいいですけどね、事故って、あれこれやばくない？まあ、でもいい、まあ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、まあまあ、これで多分今、いいえ、いけんのかこれ。いけんじゃん。ああ、そっか。そう、俺、あっ、あっ、あっ、ああ、いや、違うか。これ、やりに来るか。いや、でも、片方だけでしょ。何聞いて分からん。でも、これ、どっちか分かんないんだよな。ああ、そういうこと？まあ、本当に分かんない。ああ、なんか、でも、服、よく見たら着てんな。ああ、なんか、それバグか。バグか。着てる人と着てない人があるから見たら。うん、ちゃんとなってます。表示バグっすね。表示バグっすね。めっちゃついてるだよ。あ、分かれた。おお。あ、で、どっちなんだ。ベレータス分かれた。あ、どうしようか。どっちだこれ。殺すよ。あ、殺すな。あ、全然動かない。慎重だな。どうすね。まだ時間あったっけ。どっちがどっちなんだろう。まさかやったらバレちゃうもんね。ギリ間に合うぐらいなんかな今。もう片方の方から走っていく。いや、殺してから行けた気がするな、オツで。ギリギリ行けたかぐらい。多分、もうオツで行けたと思うんですけどね。これやろうとしてないよ。これやる？ね、やろうとしてないですか？やろうとしてますね。うん。ずっと一緒にいるからな、でも。タスクでだって勝ちはないんでしょ。そう、バグで言ってましたね。うん、だいぶ慎重に。D さんどこ行ったの？ね、あ、D さんいたいた。 D さんは疑われてんのか、D さんも目立つな、D さん目立つ。ここでワチャワチャしてやるかな。どっちのレレイかわからんよ。普通に考えたら D さん食われそうっすよね、一人だけこれやから。そうだね、ね、勢力的にはね。そうっすよ。あ、押した。あ、押した。あと2つ。あと2つ。うん、死んでない。あと2つ。僕終わっ、カフェテリアとアドミン終わってます。僕も終わってます。 D さんどうですか？僕は、わ、あ、うん、言っていいのかわかんないんですけど、サーなんですよ。あー、なるほど。あー、あ、タスクってあれですか、あの、チルのことですか？あ、違いますよ。ああ、違うんだ。まあでも、終わりそうな雰囲気ありますけどね、タスク。そうだね。うん。いけるかな？全然、僕あと2つなんで、カフェとアドミン、殺されてでもやります。はいはい。はい。これでよろしい？ピッ。タスクがね、超勝てないんですよ、タスク勝ちは。あ、来ないのか。あ、そっか、そういうことってことなんで、この先にスキップを押したレレイさんがレレイさんなんですよ。そうですね、僕スキップ押しましたよ。そうですよ。いや、なんだよ。スキップ、よし。そう、そうか。まあ、僕がタスク全部終わらせてみて、そうだね、終わらせてみて、終わらんかったら、もう一回押します。になるから、絶対。それでいきましょう。はいはい。
OK です。みんな慣れてきてくれましたね。ありがとうございます。どうするんだろう。いや、これ大変よね。タクトコンビはずっと一緒に歩いてるし。うん、めっちゃ難しそう。ここでやるしかないな。この。みんなが集合したタイミングでやるしかない。かな。そうなんだろう。それがやばい。タクトコンビはもう疑われてないもんね。うん。疑われてないですね。ああ、そうですか。ね、疑われてないから。でも D さんもこれで、タスクが終わんないってことだったら、コントってなったら。D さんは殺せないから、めっちゃむずいな、これ。あ、押した。あ、なんかゲージ的には本当にあと1個っぽいね、この感じ。あと1個が多分この D さんの1個かな。ダブルレレイのどっちか。ね。はい、スキップ押しました。こっちこっちじゃないです。はい。違う。今遅かった方見てました、ちゃんと。どっちから来てもよくね、別にこれ。まあそうっすね、じゃあ、どっちでもいいんで、こっちかな。え？スキップ2票？なるほど。まあでも言うても一緒？あ、でもあれか？ボタンが押せないのか？押してほしいね。おっと、これはどういうことっすか。どういうこと今の。なんでどういうことだろうか、二人。なんでなんで。プレスキップは分からんけど。うん。だって間違いなくノブさんなのは分かってるし。ねえ。うん。どういうこと。でもこれ、レレーさんとしてはワンチャン、ハン君が捉えて、の方が良かったんかな。レレーさんとしては、でもローラーしたらもう終わりっすもんね。終わりっすよね。うん。あ、お、あ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 、どっちだ。まあ、そうなるよな。そうなるよな。まあ、そうなるよな。いや、もう、パイくんやんけ、やっぱじゃあ。あ、じゃあ、あ、あれ、俺が通報したよ。今、レレーさん本人はどっちの助けやりました？やってないのか？やってないっすね。俺、上行った。下に D さんが行った。いや、いや、このメガホンじゃない方。あ、メガホンゲームズ信じろ。メガホンついてない方だぞ。通報してるのは確かにパン君だけど、食ってんなパン君。いや、いや、マジでマジで違う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 。いや、ほんまにほんまに。メガホンついてない方。俺じゃあもう、てかさっきスキップ入れたポンコツやぞ。そうなんだよな。あそこ、だってもうバグで1個終わってないだけみたいなところあるからな。そうだね。まあでも選ぶか、推理して。そうですね。メガホンじゃない方だから、マジで。僕と D さんが、ほんとに。たんすよ。はい。あれ？はいはい、今、あれだよね、メガホンがパン君だよね。メガホンが俺です。ああ、じゃあ、レレイさんが、メガホンついてない方か。そうだね。それは合ってる。ああ。マジで違う。俺上ずっと書いてるけど、うん。もしうささん、一旦せーので言ってみます？どっちか。あ、いいですよ。声で。うん、あ、ね、声で、ね。声で、声で。メガホンか、じゃあメガホンじゃないかね。いや、レレイかパンでいいやろ。よか。じゃ、はい。せーの。レレイさん。さん。一致してんだったら、やばいやろ、なら。もっと早く何かしらやってると思うよな。どうせバレんやろうって言って、レレイさんの姿でキルしてると思うよ、パン君は。あ、悪いから。おー、よく見極めた。